日本的な侍武士ですね。武士道、やっぱりそういう日本の侍という、なんかその辺からの発想、インスピレーション。難しい、ものづくり、ものづくりで一番難しい、すべて難しいと思います。やっぱりすべてかな、ものづくりが、すべて難しい、今でも100点満点は取れてないと思います。だから100点の中のやっぱりまだ30点ぐらい、ものづくりは難しい。普通のパティじゃ面白くないんで、まあ簡単に単純に、だから音数が大きくなるとパッチ、まあ、のパッチというのは基本の形になってるんで、それをどこかこう変化させるために太ってるモデルはちょっとこう太ってる、そうです、ちょっと細いのはちょっと細いみたいな、パッチで遊んでる部分、遊びの部分ですかね。普通のパッチじゃなくて、ちょっと僕ら何の何か遊び心が、まあ、パッチに入ってるかもしれないね。みんながやってないから、とりあえずまあ一番最初に、だからその誰もやってないことをやりたいんで、同じことをやっててもやっぱつまらないんで、15音数、17音数、19、21、24、誰もやってないことを一番最初にやりたかったんで、今は結構ベビーデニムっていうのはもうね当たり前になってきてますけど、やっぱり最初、一番最初にやりたかった、みんながやってないことを一番目にやりたかったというのが、まあまあそのそれヘビーデニム、まあ、24オンスもそうですし、21、19、20、17も全てそんな感じですね。一番最初にやりたかった、誰もやってない。みんながやってないから、やっぱりなんかそのね、みんながやってない何か楽しい面白い部分を表現したかったというのがあって、まあいうちょっと変わった、面白いモデルを、作りました。いや、あの一生懸命作ったんで、多分かっこいい色落ちすると思いますから、頑張って色落としていただきたいなと思います。こんなんでいいですか。まあ、だからまあ、もともとサムライジーンズっていうのがあって、サムライクラブには2つあるんですけど、まあ、僕がもともと車が好きだったんで、まずそのサムライクラブの中の、まあ言うたらクラブ活動って言ったら変、まああれなんですけど、クラブ活動で車、あとバイクも好きなんで、あとサッカーも僕好きなんで、そういうのでこう枝分かれ、音楽も当然好きなんで、そういう部分でこう枝分かれして、で例えば車、自動車クラブっていうのは車に乗るときにこんな服とかを着たらかっこいいよっていうのを提案するのが自動車クラブであって、例えばサッカークラブっていうのはサッカーする、スポーツするときにはやっぱりこういうシャツじゃなくてもっと涼しいこういうウェアを着たらいいよとかいう、まあそういうまあものづくりをしていってるのがそのサムライクラブ、まあその二輪車クラブとかいろんなたくさんのクラブがある、まあ、そういう一日ですね。そういう、どっちも好きです。昔のはやっぱ昔の味があるし、今のは今のでやっぱり味がある。どっちも好きです。ジーンズが好きなんで。それはシークレット。シークレット。楽しいことをやります。すごい、みんながやってないことをやります。はい。シークレット。どうや
やって出たんですけど、船で出た言うたらね、それはちょっとまた笑われるし、どうやって出た、まあ海外の、まあ、ネット、インターネットをね、ネット販売、ネットをやってたんで、まあ、それを見てからの問い合わせですよね。で、まあ、まだまだそんなね、もう全世界にはないんですけど、まあ、一部、そういうところからがきっかけで始めたと。ああ、海外の卸先ね、卸先はニューヨーク、香港、オーストラリア、ドイツ、あとはバンコク、上海、台湾、以上です。全然知りません。そんなに有名ですか？ありがとうございます。どうもありがとうございます。デニム、そうですね、やっぱりデニムはやっぱり誰しもね、一本は必ずジーンズって持ってると思うんで、やっぱ履いて、着込んで、やっぱ自分なりのその体になじましていく、まあ素晴らしい履物だと、まあ、思うので、はい、ジーンズをもっともっとみんな履いてください、素晴らしいものだと思います。はい、寝るときは履かないでください。時々履いてる人もいてるんですけど、色落ちするらしいです。寝てる時に履いてる。体の一部です。